えー、もぎなおです。えー、二宮、えー、美希え、っていうのが、えー、ジムストーンでいるっていうことを私が言ってますよね。えー、最高裁なのに、二宮ってあるんですね。二宮正也ってのは、えー、損保ジャパンの役員なんですが、二宮二宮や、とも読む,読むらしいんですが、二宮正也と、溝口これ多分、えー、まあ、部、部下長、支部長ってなってるから、 え、支部長が二宮ってなってて、えー、二宮が、えー、熊谷支部長なのね。そして、溝口ってのがその責任者。担当、えー、裁判官ってなってますけど、えー、支部なんてありえないのね。支部は、あのー、えー、熊谷支部とかね。だから二宮は、えー、第一審の、えー、埼玉、えー、地方裁判所の、 えー、支部長に、えー、損保ジャパンの汚い力で、えー、改ざん等を、えー、第一審でやってるっていう証拠なの。めっちゃめちゃだから、東本、東本があるはずのものが、正本ですね。正本があるものが、えー、実は、東本当社のものがファイリングしてるっていう、えー、熊谷の、えー、地方裁判所第一審の熊谷支部の二宮の犯罪、犯罪です。 だから、損、え、保、ー、ジャパンには行きません、えー。三井住友会場に行きます。えー、そして、主任書記官は、ここにある通りに、キクタケってなってますよね。キクタケ。それから、担当書記官は、高橋ってなってますね。えー、だから、高橋書記官もこれ除籍しないとダメですね。 えー、最高裁に高橋っていうのがいるんですけど、えー、さあの最高裁の高橋ろ美は高橋博士、相生日生堂は損保ですから、えー、本件は相生の犯罪であるということで、鈴木印刷所が昼川の交差点の、えー、金谷交番の斜め前、反対車線の、えー、左手に、えー、ありますんで、えー、誰でも当本取れます。 えー、そこに住んでるのが、清水厚邸です。えー、そしてそこに住んでるのが鈴木久人こと、えー、本名を、清水、えー、厚手なんですね。清水厚手なんですよ。えー、そして、えー、その作業やってる主犯格が、その裏手で、えー、鈴木印刷所で私のこういうものを、印刷を吸ってたってことですね。コピー取ったら印刷を吸ってるってことです。 えー、特別、えー、広告の、えー、記録簿。令和4年九1 1 5 6これを、あの、えー、普遍期間内に、却下決定をしたと。それから、有権等の生産は、えー、却下の際に黒沢和之は、えー、9800円を渡してないから。有権をね。黒沢和之の猫馬場事件です。えー、そして、えー、最高裁の記録簿ですね、これ。最高裁の記録簿です。 えー、そして第一審に普遍期間内に戻したのは、えー、令和5年2月の8日、えー、2月の、えー、20日までが普遍期間内なんですね、えー。その手前の2月の8日に私の署名する書章を、えー、第一審に戻したのは、えー、最高裁第一小法廷の、えー、富川隆です。富川隆っていうのは鈴木久人の えー、詐欺師の片場を担いだ、富永妙理江。えー、それから、えー、平野恵子。えー、それから中村直美。これ全部新潟の腐った連中なんですが、友人でも知り合いでもない女たちを代理人として詐欺をやっていた、愛おいに制堂は損保の鈴木久人の犯罪です。えー、これが全部の証拠の所証です。えー、二宮は損保ジャパンの、えー、二宮正也という人間が、 なんと、第一審の支部長になってる。熊谷支部です。で、熊谷支部にはマリという女が、えぇ、ー、初期官としており、えー、私に、対するその、逆か決定のさ、あの、当本等を、えー、よこしてますが、めちゃめちゃです、それがね。えー、そして、えー、今回の高橋博美は除籍をかけます。理由としては、普遍期間内に戻したのが、えー、高橋主任初期官 えー、高橋、えー、調査官と、えー、高橋書記官だからです。担当書記官だからね。えー、だから、待ってても同じだから、えー、そういう作業をやって、普遍期間内に戻しているのが、えー、ソンポジャパン、二宮正也の犯罪であるということで、えー、ソンポジャパンに対しては、重、えー、刑罰を求めるために、国訴をかけなくてはならないということです。えー、そして、三井住友会長は、 安楽、安楽亭だの、安楽だの、えー、楽天だの、そういうバカみたいな連中を配置せず、えー、ちゃんと真面目な、えー、弁護士資格のあるやつをよこしなさい。あなた方は棒に振るんですか ?1580 億ですよ。えー、東京会場は、えー、和田、えー、清の件もあるんで、えー、この連中を入れると、えー、確かにこの連中は、 え、最高裁をずっと一緒に争ってますから、ホームには詳しいですが、和田清は、え、和田愛子の件は揉み消してしまいますんで、え、ですから、え、その連中は排除。自分たちのホーム部があるはずです。あなた方のツインビルが損保ジャパンに捉えちゃいますよ。このまんまだとね。そして、両者提起は変わりません。え、三井住友会場に5億2000万請求し、 えー、決定不足分は損保ジャパンが全額支払うという申し立てにします。少、えー、学のものを、えー、三井の弁護士だとして作業していた損保ジャパン、えー、原稿は弁護士になった損保、えー、ジャパン原田康文の犯罪であり、えー、東京海上日動の弁護士特約で、えー、両方をまたいでいた原田康文こと東京海上日動の犯罪です。 え最高裁の第一小法廷は、高橋え、黒沢、これみんな相生のグループなんですね。相生の、えー、詐欺を訴えるのに、この相生の連中で、えー、固められると、私がもう待ってたって敗訴、はい。そして私の書面だけ利用するっていうのがお決まりのパターンになるわけです。えー、ですから除籍をかけて、除、え、籍、ー、の、えー、決定がなされる前にはその書象等は絶対出さないと。 これを理由として、えー、その、えー、申し立て理由の方は絶対出さないと。えぇ、除をかけて、新たな初期間。えー、もちろんですが、井上優子も東京会場だからダメ。えそれから、えー、三浦康道も除席。それから、え黒沢和之も、えいるかもしれないので、除席。そして、えー、もう一匹の、えー、船山義弘と、 え、それから、三浦康道は、さっき言ったとおり、大師に戻してしまった、え、法令違反なことを平然とやる初期間であるため、助籍です。え、この連中、シャーシャーとね、最高裁が戻したっていいじゃないですかと。普遍期間内は、法律を、え、法律論を論じるところが、普遍期間内に戻しちゃいけませんよって、それは、 普遍期間内、動かさない期間だからって説明してんのに。何のことだかわからない。じゃああなたは弁護士資格がありますかと。いや、ないですけど。普通弁護士資格のあるやつが、えー、書期間になるんですね、最高裁の。だから、なんちゃって最高裁なんです。これ印刷してるだけだから、ほら。東本当社してるだけですからね。これ見てください。当本当社でコピーですから、ほら。コピーなんでね。 当本当社してるものを、こうやって当本当社してるものを、えー、私に、えー、よこしてるだけですから、えー、そして、実は原本確認きました。原本確認しました。同じです。これと同じものだったんですね。同じものが、えー、製本がなきゃいけないのに、当本当社のものが、えー、第一審の、えー、腐った二宮、えー、正也が、二宮正也の支部長が、 えー、最高裁の第一小法廷の人間と連動して、熊谷支部長が詐欺をやって私のものを隠滅し、えー、自分たちの、あの、えー、女房である、えー、っと、坂東マリコと、えー、藤中マリコに製本を渡してるという詐欺罪です。えー、ですから、三井住友会場に請求をかけます。これが証拠です。 えー、損保ジャパンの犯罪であると。えー、高橋調査官と、書記官の高橋の犯罪であり、高橋博士という、愛いおい日生堂は損保の犯罪であり、黒沢和之,之の犯罪であると。最高裁第一処方典の、えー、最高裁の、えー、第一処方典の犯罪であると。いうことで、えー、告訴と追訴をかけます。えー、告訴は、 えー、結構あのヘビーな作業なんで、えー、それは、えーまあえー、私がその出した、たとええー、細かいものを出したとしても、えー、棚上げです。上の力が働かないと、何を出しても客観決定にはなってしまう、まあ、却下決定、つまり、えー、っと不起訴にしてしまうんですね、この連中は。えー、ですから、三井住友海上に請求をかけることを決めました。 えー、回収するっていう名目がありますから、えー、私がパンタロンビルを請求をかけるわけにはいきませんし、えー、IO イ,イ日ッセドア損保は下ろします。下ろすんです。えー、そして、えー、三井住友会場に IO イニッセイ日と損保ジャパンのその、えー、日産火災会場の えー、ビルの買収劇から紐解く、えー、会社自体を乗っ取ってしまった事件。えー、これ。あいおいと